ブルターニュ公ジョフロア2世のシールジョフロア2世は、イングランド王ヘンリー2世と、ヒアリエノール・ダキテーヌの4男。英語名はジェフリー。ブルターニュ女公コンスタンスと結婚し、ブルターニュ公及び、リッチモンド博となった。1183年、時系、リチャードのアキテーヌ領友に不満を持つ、長系ジャク・ヘンリー王と共に、父ヘンリー2世と争ったが、間もなく長系ヘンリーは病死し、 ジョフロワもブルターニュに逃亡した。その後、ヘンリー2世と慈恵リチャードとの交争においては、父ヘンリー2世側につき、リチャードと争った。1186年、ジョフロワはパリにおいて、馬上やり試合中に死去し、その死後7ヶ月後に、長男、アルテュールが生まれた。慈恵リチャード一世の死後、弟ジョンが、 イングランド王位についているが、リチャード一世は十字軍参加前、ジョフロワの維持でブルターニュ皇位を継いだアルチュールを後継者に考えていた。アルチュールは1203年にジョン王により暗殺されたとみられている。ジョフロワは母、アリエノールのポワティエの宮廷で共に過ごしたイフアネ・マリード・シャンパーニュにその最地を愛されていた。 1181年7月にコンスタンスと結婚し、一男二女を設けた。ありがとうございます。